こんにちは、柳田理香の一日一科学。今週のテーマは南半球です。今オリンピックが開かれているブラジルは南半球にあります。私たちが住んでいる日本は北半球にあります。南半球ってどんなところなんでしょうか。南半球というと暖かいところというイメージがあります。確かに南アメリカやオーストラリアやアフリカの南半分など暖かいところが多いです。でも実際には北半球と南半球で気温に違いはありません。地球には北極と南極があります。そしてその間には地球をぐるりと一周する赤道があります。赤道から北の方を北半球、赤道から南の方を南半球と言います。地球では赤道が一番暑く、北極と南極が寒くなっています。このため北半球では北へ行くほど寒くなります。これは私たちがよく知っていることですよね。でも南半球では赤道から南へ行くほど南極に近づくので寒くなるんですね。ここで地球儀を見てみましょう。北半球では北の方にもたくさんの陸地があるので寒い国がたくさんあります。ところが南半球は南極と南アメリカの端っこを除いて南の方にはほとんど陸地がありません。このため寒い国がないので南半球は暖かいというイメージがあるわけですね。今日の一日一科学。南半球では南ほど寒い、北半球とは逆なんですね。また明日。